はい、成績ですね。ここのとこ、そこそこ負けてますね。ちょっと落ち込んできまして、15,592円ですね。こうですね。こちらデモ講座なので、自動売買チェックを外しています。で、スタック自動選択を入れます。録画オンにします。ですね。で、準備待ちしておきました。ライブ同士ですので、自動売買は禁止です。チェック外してます。では、監視します。シグナル来ました。厳しいところですね。月曜日から水曜日どうかで4,592円の利益ですね。1万円から始めてましてまだ4,592円です利益は。でこれはライブ投資なので自動売買チェックを外してます。
USB ジャーキーワイ。地球の一番北にある北極、南にある南極、この2つの極地は上にあるなんでしょうか。まずは北極ですが、北極圏は3分の2が海です。そしてその周囲を大陸と島が整えています。陸地や領海の一部が北極圏にある国はアメリカ、カナダ、デンマーク、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシアの8カ国です。一方の南極は実はどの国の領土でもありません。南極は南極条約によってどの国の領土を主張しないことが決められています。南極はこの南極条約のもと、国際協力の場として世界の国々が互いに協力しながら現在さまざまな調査活動が進められています。共に極地でありながら実は違いがいくつもある北極と南極ですが、交通することもあります。その代表的なものが白夜と黒夜です。北極圏と南極圏では一日中太陽が沈まない白夜と、逆に一日中太陽が沈んだままの極夜という現象が起こります。これは太陽の軌道に対して地球の地軸が約 23.4 度傾いている影響で、太陽光がかなり限界度を超える南極、北極圏で起こる不思議な現象です。白夜と極夜は高緯度になるにつれてその期間も長くなり、北極点、南極点では白夜と極夜は共に半年間も続きます。極地点では昼と夜が1年かけてやってくるんです。北極と南極に共通することはもう一つあります。それはオーロラです。実はオーロラは北極と南極で同時に発生しています。オーロラのその源は太陽になります。オーロラを起こす太陽風のプラズマ粒子は北極と南極にほぼ同時に降ってきます。このためオーロラは両極でほぼ同時に発生し、よく似た動きをすることがあります。オーロラの色は高度と大気の成分によって変化し、その色合いは多種多様です。2万キロも離れた両極地で同時に現れるオーロラ、その種類やメカニズムは概念や部分が多く、まだまだ謎に包まれた神秘的な現象です。地球最果ての地、北極、南極。北極圏には大陸や島を領土とする国があり、そこには厳しい自然と共に生活する人々がいます。一方の南極は人の手が加わっていない地球でただ一つの大陸です。過酷な環境下である極地は、地球の異変が最も敏感に現れる場所であり、地球上で最も原生的自然環境が残された場所でもあります。そして、人間が解明できていない地球の歴史と未来を鍵となる人類最後のフロンティアです。それではまた。
丈夫。月額300円でどうせ聞いたことのないメーカーの格安スマホ使わせられるんでしょ。手出して。端末はそのまま指名をさっと入れ替えるだけでも、どうせ電波が悪かったり全部。月額300円でドコモ回線とソフトバンク回線から選べる。本当？ああ、浮いたお金でドレスを買おう。今ならスマホ代月額300円キャンペーン中。 LINE モバイル。もし直径30メートル程度の隕石が時速5万キロの速さで東京都に落下したとします。衝突エネルギーは広島原爆の300倍に相当する5メガトン。都心部に直撃すれば数百万人が犠牲になると予想されます。現在地球に接近する可能性がある小惑星の数は分かっているだけでも約1万6000個存在します。そのうちいつか地球に衝突する可能性がある小惑星は1800個もあります。そしてそういった衝突リスクのある小惑星は今も毎日5個以上のペースで発見されています。すなわち200件の小惑星が地球に衝突することも十分起こりうるんです。現に2013年2月15日ロシアのチェラビンスクで起きた隕石落下は事前に発見されていない小惑星でした。直径約17メートルの小惑星は強い閃光を放ちながらロシアのチェラビンスク上空で爆発。大部分が燃焼し湖に落下したため幸いにも死者は出なかったものの、爆発の衝撃波によって4400棟の建物が被害を受け約1500人の負傷者を出しました。この隕石のエネルギーは EMP 換算で約500キロトンと見積もられており、これは広島原爆の30倍以上のエネルギーに相当します。直径約17メートル程度の小惑星でも凄まじい破壊力を持っているんです。小惑星の多くは火星と木星の間にある小惑星帯と呼ばれる場所にあります。しかしその中で通常の軌道から外れて地球に接近してくる小惑星が存在します。地球に接近する大型の小惑星は比較的簡単に発見できるため、仮に衝突するとしてもその数十年前には分かります。しかし直径30メートルほどの小惑星は小型でなおかつ大量にあるため、その存在を把握することがとても難しいんです。地球に接近する可能性がある小惑星のうち直径1キロを超える大型の小惑星の軌道は現在までに全体の 90% 以上が明らかになっています。大きさ100メートル以上のものは約 10%、30メートル前後の小型の小惑星に至っては約 1% 程度しかまだ発見されていません。そしてその数は最低でも約100万個はあると言われています。つまり原爆の数百倍の威力を持つ小型の小惑星衝突は予告なしに突然やってくるかもしれないんです。大規模な被害をもたらした小惑星衝突はテラビンスク隕石の前にも起こっています。1908年6月30日シベリアズングースカ川上空で直径約50メートルの小惑星が大爆発しました。その威力は広島原爆の300倍に相当する TNT 換算5メガトンと推測されています。被害は2150平方キロメートルにわたって約8000万本の樹木がなぎ倒されました。2150平方キロメートルという広さは東京都の面積とほぼ同じ広さです。人が住んでいない僻地だったので死者は出ませんでしたが、その衝撃波は1000キロも離れた家の窓ガラスを割るほどの威力でした。長い地球の歴史の中ではより大きな小惑星衝突は何度も起こっています。世界中に点在するおよそ190個のクレーターがその証拠です。アメリカ・アリゾナ州にあるバリンジャークレーターは約5万年前の小惑星衝突でできたものです。クレーターの直径は約1500メートル、深さは180メートルもあります。
氷に衝突の衝撃で半径3キロの生物が死滅したと推測されています。世界で最も多くのクレーターは南アフリカにあるレデフォートドームです。このクレーターの大きさはなんと直径約300キロにも及びます。日本に置き換えるとクレーターがいかに大きいかがわかります。クレデフォートドームは約20億年前に直径12キロの巨大小惑星が衝突して形成されたと考えられています。そしてメキシコのユタカン半島の海に残る約6550万年前にできたチクシュループクレーター、このクレーターは恐竜を含むありとあらゆる多くの生物を絶滅させた小惑星衝突の痕跡です。今から約6550万年前、直径15キロの巨大小惑星が秒速20キロという速さで地球に衝突しました。衝突時のエネルギーは TNT 換算で約100兆トン、広島原子爆弾の約10億倍という凄まじい破壊力です。衝突の衝撃でマグニチュード11の地震が発生し、最大300メートルもの巨大津波が起こったとされています。そして衝突地点から半径1000キロ以内の生命はほぼ即死したと考えられています。この衝突により地球環境は大打撃を被り、恐竜を含む地球生物のおよそ 70% が絶滅しました。衝突すれば人類を絶滅させる威力を持つ直径10キロ以上の小惑星が衝突する頻度は1億年に1回。地球の気候に変動を与える直径1キロの小惑星の衝突は100万年に1回と推定されています。現在までに軌道が分かっている小惑星に関しては、今後100年の間は地球に衝突する可能性はないとされています。しかし軌道が判明していない小惑星はまだ山のようにあるため、その中で地球に衝突する恐れのある小惑星があるかもしれません。実際小惑星は地球と過去に何度もニアミスをしています。去年だけでも直径650メートルの小惑星2014JO25 が4月に、9月には直径 4.8 キロもある小惑星 NGDJPY、 6月には地球と月の間のわずか約5万キロを2014JO24 が通過しました。大々的に報道されたのはほんの一部で、去年1年間で地球近くに接近した小惑星や彗星は大小を含めて約800個近くもありました。そしてその多くは通過直前、もしくは通過直後に発見されたものです。2018年も現時点で約60個の小惑星が地球に接近、通過する予定です。そしてこれは今後さらに増えていく見込みです。地球は常に宇宙からやってくる脅威にさらされています。今後地球に大規模な被害を及ぼす天体衝突は必ず起きると言われています。昨今では天体衝突は起こりうる自然災害として、衝突回避の方法などが世界中のさまざまな場所で議論されています。そしてこれは国の枠を超えた人類規模で考えていかなければならない問題として、国境を超えた協力と研究がこれから期待されます。それではまた。
Thank you.
Thank you.
なんかまぐれ的にちょっと勝ちました。LGBT下にいる。はい、はい、これライブ投資ですので自動売買チェックを外しています。負けて1,2,3,4,5,6 すごく負けてますよ。この負け、ついていく。
USB-C レディ。下に売る。
3分いったのかな、かかったね、これ負けちゃいそうだな。
負けました。これまたこうですね。どうかカーも水負けてますね。もう全然ね、こうですね。